どうも皆さん、ティンクでございます。おちょっとなんか喋ってるから。もう喋っとるからめんどくさいな。はい、どうも皆さん、ティンクでございます。ですね、テイルズ・ブレイクシリーズ2なんですけれども、今回もやっていこうと思うんですが、ちょっといろいろ問題がありまして、いろいろ問題が。単刀直入に言うとですね、私はこれから真のエンディングを見に行きましょうと言ってたんですが、あの、一周目で俺が見たエンディングがありますよね。L が、大人になった L が出てきたやつ。大人っていうか、まあ、あの、女の子から少女から、少女から女性へと変貌した L が出てくるエンディングがありましたね。ここ、コルルか。コルルが出てきたエンディングがありますよね。あの、わかんない方は番外編の前の動画、番外編に入る直前の動画見ていただいたらいいんですが、そこで見たエンディングは、実は真のエンディングだったらしいです。うん。俺も知らないで、ごめんなさい。一回ね、やったんですよ。エンディング見ようと思って。で、攻略サイトにね、真のエンディングの見方って書いてあるんですよ。ね。で、そこの書いてある条件が、オリジンが効いてくる選択肢に R1 で答えると。全部 R1 で答えれば真のエンディングが見れますって書いてあったんですよ。だからね、俺、1周目の時途中で L1 押してるんですよね。2回 L1 押したんですよ。だから、あ、真のエンディングじゃないんやなと思って、真のエンディングはじゃあ R1 をずっと押さず、もう R1 だけで L、で、L1 と R1 押したとこっていうのは、オリジンが L を助けるのか分子世界を全部消すのか、どっちがルドが君の願いだいって聞いてきてる時なんですよね。で、俺は L を助けるっていうのを2回選んだんですけど、いやいや、そうじゃないやろってね、ガイアスとか仲間たちから、お前 L を助けるじゃあかんやろって突っ込まれたから、俺そこで思ったわけですよ。あ、これはよくある RPG の無限ループやと。ね。L を助けるって選んでると、延々と仲間に止められて、あの、R1 を選ぶまで延々と続くんやなと思ったんですね。だから途中で R1 に変えたんですよ。で、見たんですけど、それは真のエンディングだったと。で、なぜそんなことが発生したかって言ったら、結局ね、そこでですよ。あの、俺が無限ループやと思ったところは、実は無限ループじゃなかったんですよね。あのまま L を助けると、分子世界なんかどうでもいい。俺は L を助けるんやっていう選択肢を選び続けてれば、通常エンドになったらしいんですよね。ややこしいっしょ？ややこしいっしょ？そんで入りにくい方が通常エンドでどうすんねんって気もするんですけど。L を助けるっていうのは選び続けてると、あの、通常エンドになったらしいんです。だから俺が今見てないのは、トゥルーエンドじゃなくて、ノーマルエンドをまだ見てないんですよ。で、これからそのノーマルエンドを見に行きます。見に行きます。で、本来であればどんなストーリーやったかっていうのをなぞりながら行きたいんですけど、もう俺、動画1本分丸々、あの、トゥルーエンドやと知らずに撮っちゃったのがあるんで、ちょっともうしんどいんで、あの、マジでエンディング見るためだけに行きます。本当に。エンディングまで直行しますよ。イベント全スキップしますからね。もうイベント全スキで行きます。はい。あの、気になる方は、あの、番外編の前のラストの動画を見てください。まあ、ざっくり言うと、クロノスぶっ倒してビズリーをぶっ倒すという形でございます。はい。もうね、同じシーンをね、同じ日にね、2回とか見るのしんどい。しんどいから、こうだわ。いやでもね、まさか通じた。これビズリーに聞かれてます。ビズリーがなんか L に、ちゃうわ、クロノスか。クロノスがなんかね、 L とビズリーを閉じ込めてるんで、お前調子乗ってんだよってことですね。よし、じゃあクロノスでいきます。本当はクリア記念ラジオに入れてもよかったんですけども、前回のやつをそういう感じの終わりにしてなかったんで、ちょっとさすがにまずいなと思いまして、クロノス戦は、おー、ちょっと待って、いきなりしてくる。うわー、ちょいてめえ、こら、調子乗んなよ、この野郎。クロノス戦は外角が必要です。外角ゲージを貯める必要があります。外角ゲージを1でもいいんで、1段階に貯めないといけません。なので、ちょっと外角ゲージ貯まるまでは、ひたすら殴ります。あー、ちょっとこれ無理かな。外角ゲージ貯まんねえな、これ。これで、戦闘の開始まで戻されますね。必ず。ちょっと外角ゲージが溜まるまで待ちます。攻撃しません。あの、めっちゃ強いんで、俺今。攻撃するとぶっ殺しちゃうんで、ちょっとしばらくガードして、外角ゲージを溜めさせてもらいます。ちょっとミューゼが攻撃してますけど、まあ相手ちょっと置いときましょう。もうちょっとなんだよな。いやー、そんな頑張って攻撃せんでいいって。いいって、そんな頑張らんでいいんやって。さあ、しっかり溜めていきますよ。しっかり溜めて。いやー、いいよ、そんな頑張らんで。ちょ、外角溜まるまで、落ち着け、溜まるまで。よし。溜まってきた。ええ感じで溜まってきたよ。ええ感じですよ。さあ来た。外角溜まった。いきます。外角溜まったらさっきの状態になるまでひたすら殴り続けます。いくぞ、ジュドー。うるる。よっしゃ、来た。さあ、これで多分状態入るんで、入る。
入ったら使う、入りそうになったら使う、入りそうになったら外角を使って外角で殺します。はい、これで終わりですね。お疲れ。これでクロス撃破、早いですね。一回やってるから、一回やったから、さっき、ついさっきやったから、これガチの本気バージョンで実況しちゃったからね。さあクロノスを倒して、続きましてビズリーですね。ビズリー戦でございます。はい、これエルに聞かれてますね。エルに、なんでここにルドが来たんだいって聞かれたんで、約束したからと。約束したよエル、君と。さあさて、ビズリーの願いを叶えさせるわけにはいかんで、ここの選択肢は何でもいいんですよね、関係ないんで。よし、じゃあビズリー戦いきます。まずこれはイベント戦闘です。イベント戦闘、相手の HP をゼロにするまでただひたすら戦うだけ。ここはもうあのボッコボコにしてもいいですけど、決め技は使う必要はないです。さあ、ただただにあとはもうひたすら削るだけ、削って削って削りまくるだけ。よし、行くぞ。あれ、あ、完全外れた。完全外れた。はい、殴るぞひたすら。さあ殴れ殴れ、全員で殴れ、殴りまくれ。よし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 、全員で殴りまくれ。ボコボコ、ただひたすらボコボコ。よしやっちまえ、よしいけこの野郎。はい、ヒエン猛襲が来ましたね。ここは絶対に食らわないといけません。絶剣っていう、これをこれを絶対食らうイベント戦闘ですね。まあまあいいんですよ、こんなもんは、こんなもんはいいんですよ。はい、お疲れさん。ちょっとパワーアップしたルドガーでボコしたいと思いますんで。ここの最後の BGM めっちゃかっこいいよね。はい、パワーアップルドガーでいきます。はい、出つきます。はい、お疲れ。いやー、ビジリーさんお疲れ様ですね、本当に。いやー、申し訳ないね、頑張って出ていきたいんやけど、もうボコボコだわ、本当。救いようがないよ、本当にね。はい、ほい、もういいか、火を使うか、いくぞ、ほい、最後ラストの一撃は確かこれで決めなきゃいけなかったはず。ケイが送信乱舞、どうだ。あ、そうか、イベントか。さっきやったとかで忘れてた。一回外角が切れるまで強制的に戦わされるんですよね。で、俺今回レベルめっちゃ高いんで瞬殺できてるだけですね。さあ、倒しました、倒しました。こっからです、こっから、ここから真のエンディングを迎えるための選択肢が出てきますが、そこまで飛びます。もうすごいよね、このイベント飛ばし具合、一個のパートやるんかっていうぐらいこう雑な感じ。いや、これややこしいよ本当に。ここでオリジンに聞かれるわけですよ、オリジンに。さあ、ここで R1 を押したらそれでまたトゥルーエンドに入るんで、今回 L1 を押します。これ一回見てます、 L1 一回押すと誰か止めに入りますよね。君は世界よりその子を選ぶのかい。分子世界は放っておいていいの。でこれ突っ込まれて、あーダメやなってなったんですよね。分子世界はどうにもできないんだ、分子世界は全部俺が潰すって言ったんですよね。これここも言ったと思います。でこれでガイアスに止められたんや確か。ほら、お前と残されたエージェントだけでほら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 、全ての分子世界を破壊できると思っているのか。これでやめたんですよね。これでこれで無限ループやと思ったんですよね。そう、これで無限ループやから、あー R1 選ばなあかんねんなっつって R1 選んだんですけど、ここで R1 選んでもまだトゥルーエンドです。ここで選んでも、ここでもう一回 L1 を選ぶのが大事。書くのは認める、だがそれではお前がタイムファクター化するだけだ。さあ、ここから新しいですよ。結局誰も救えない選択ではないのか。ほら、無限ループっぽいよねこれね。すごい無限ループっぽいけど、ここ入ったら通常エンドってことだから、あと1回選んでたら通常エンドやったんかな。お願い、オリジン、分子世界を消してください。いいのかい、エル。エルがお願いする形なのか。ルトガーが消えちゃうのが一番嫌だから。分かった、その願い叶えるよ。いや、なんか分子世界の消去、ここでもうだって違うもんな。この時だってルドが自分で外角の力使ってエル助けようとしてたもんな。エルを助けようとせんとこれ発動したやろ。
あと1回やったんや。 L1 を3回押せば通常エンドだったんだ。そんな顔しなくていいよ。本物のエルとはまた会えるし。やはり人間は愚かだ。そうだね。けどともかく審判は人間の勝ちだよ。あ、すげえ。オリジンに褒められた。褒められへんなった。今回はクロノス、今しばらく勝機は我らが封じよう。だが我らの審判はこれで終わりではないぞ。うわ、なんかすごいあっさりしてる。トゥルーエンドと違って、え、めっちゃあっさりしてる。怖っ。え、何これ。めっちゃあっさりしてる。オリジンがやっぱり人はすげえみたいな感じだったのに。エルが死ぬエンドが通常エンドってことだ。どっちかが死ぬのを選ばなあかんかったんか。いやー、これなんかきついエンディングやな。ちょっと待って。トゥルーエンドとの差がすごい、これ。いやー、なんか仲間も何もなんか声かけてくれへんし。しかも、これスタッフロールだけ？うわ、スタッフロールだけや。うわ、スタッフロールだけや。これさ、ノーマルじゃなくね？バッドエンドだろ、もう。これさ、なんでね、こんな重い空気になってんのかっていうのね、一つで簡単なとこあるんですよ。なんちゅうんすかね、選択肢選ぶ前に、アニメーション出てくるんですけども、ビズリーに提示されてたんですよね、あの時、Lを助ける手段は。L を助けるにはオリジンにお願いするか、あの99999かなの数字があと1だったらタイムファクター化はリセットされるって言われるんで、自分かルドガーのどっちかが先にタイムファクター化すれば L を助けることはできるっていうふうに言われるんですよね。で、そう言われるからルドガーはトゥルーエンドの方では自分を犠牲にして L を助けるんですけど、あれね、そういう風な前振りがあって、そうしたらエルを助けられるよって言ってんのに、それを選ばへんかった。だから空気読めなかったやつエンドってことだろ、これ。違うかな。空気を読めずに、こう、来た場合は、これになるってことなんだろう。いや、すごい、その前振りがあって、エルを助ける方法はこうだよ。エルを助けるのはこうやったら助かるんだよって、こう、ぴょこぴょこって出てくるやつに従えば、あの、Lを助けられ、助けてのトゥルーエンドに行けるってことだったよね。いや、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。これ、だって、俺、これする前にさ、トゥルーエンド見てから来てるわけですよ。一回で。一回トゥルーエンド見ちゃってるわけですよ。トゥルーエンド見て、いやー、これ、さ、一回目に見たエンディングと何が違うのみたいな。え、違いどこにあんのこれ。え、何何ってなって、すげえ、すっげえ悩んで、困って、やって、わからんくて、違いわかんねえなと思って見たら、真のエンディングがそっちで、ノーマルエンドは全然違うエンディングがあるって知って、わっつんですよね。で、急いでやり直してるわけですけど、いやーね、なんていうか、はぁ、あ、はぁ、あ、やな、これはなんか強烈、もう音楽とか全然ちゃうやん。もうめっちゃ後味悪いんやけど、これ。すげえやなエンディング。いやー、トゥルーエンド最後にしたかったな。俺なんでノーマルエンド見てなかった。一周目の時これ見ときゃよかった。そしたらすっげえ憂鬱な気分になって、うわー、絶対真のエンディング見ようってなってたのに。あ、これはもう一個エンディングあると思う。これは思うよ。
思う思う。こんなエンディングの出し方されたら思うって、なんでこんなマイナスな終わり方なみたいな、絶対もっといいエンディングあるやろと思うもん。ほんでトゥルーエンドだったのだ。だから俺トゥルーエンドとかそのエンディング分岐あると思わなかったんだ。1個目のエンディング結構綺麗まとまってたから。あ、そういうことか。やられたな、完全騙された。まさかのね、テイルズシリーズの終わりがこんな、このすげえ憂鬱な画面で終わるっていう。マジか、マジか。本気実況した方も残しとけばよかったな。もう信じられないよこれ。もうすげえ憂鬱な気分になった。とりあえずテイルズ・オブ・エクシリア2実況見ていただいてありがとうございました皆さん。今まではい、たくさん方見ていただき本当に感謝感激です。自分のシリーズの中でも通常のパートと合計パート、番外編含めた合計パート含めて非常に長いシリーズになりましたね。長きわたってお付き合いいただいた方には本当に感謝しかありません。まあトゥルーエンドを最初に見てしまうっていう大失態を、犯してのこのノーマルエンド後見っていうね、すげえ後味悪いんですけども、これ見た後にぜひともですね、もう一回トゥルーエンドの方見ていただけるとすごく、気持ちがいい気分で、実況見終われると思いますので、ぜひともトゥルーエンドまた、見てやってください。はい、次回作でございますが、今のところ自分で、テイルズと同じようなアニメーション調の、RPG にするかリアル思考の RPG にするかですごく、二択で悩んでいる部分があります。まだどっちにするか決めてませんが、決めてまた来週から新シリーズという形で上げさせていただこうと思います。で、私の実況動画をね、昔から見られてる方は、一つのシリーズクリアするごとに、いつものことながらの、クリア記念ラジオという、ラジオをやらせていただきます。今回も、同じようにクリア記念ラジオは再生リストから再生できるような形でアップロードさせていただけたらと思います。新シリーズがアップロードされたと同時ぐらいに、Tales of Exilia 2の再生リストに、FM Tink のクリア記念ラジオがアップロードされてると思ってください。まあ結構今回はゲーム中にここが嫌だとかここがいいとか話してたんで、割とまあ出たあることある話をまとめるっていう感じにはなるとは思います。はい、まあ新しいもうテイルズシリーズね、この実況を始めた時点でゼステリアというのがあったんですけれども、ゼステリアちょっとすぐにはやらないでおこうと思います。続くとテイルズで続くとちょっとあれやなっていう思いがあるんで、間置いて、ゼステリアやりたいなと思います。まあ一つの作品ぐらい間置いたらいいんじゃないかなと思ってる部分ありますんで、そちらはちょっと気長にお待ちいただけたらと思います。まあ大好きなシリーズですからね、ぜひとも、やりたいなと思ってますんで、実況でやらないとなかなか俺 RPG クリアしない。途中でもうクリア直前で嫌になってやめて、クリアを見たくないってやめてしまうとこあるんで。あ、来た、ここ新しいよね、このエンディング。これ何、クラウンスピアシャーか、これ。クラウンスピアシャーっすね。これはルドガー、髪型的に。あ、ルドガーやな。社長か。あ、そうか、社長になったもんな。ビズリーは死んでるもんね。おはようございます、ルドガー社長。やっぱ社長なんや。本日は竜言商会の新しい代表と面会の予定が入っています。新代表のお名前はラルメル・マータ様です。これあれだろ、ラルメル・マータってあれだろ、俺ちょこっとこのエンディングが分岐あるみたいなんで見たときに読んだ。この人エルのお母さんですね、ルドガーの奥さんになる人ですね。はじめまして、ルドガー社長、ラルメル・マータと申します。この人がルドガーの奥さんですね。お会いできて光栄です。エルのお母さんです。どうかされました？これでエルが誕生するんやな。あの二人の子供がエルですね。はい、分子世界のエルが死んじゃって静止世界のエルが誕生するっていうのがノーマルエンドなんだな。なるほどね。でも静止世界のエルは分子世界のエルとはまた別人だからな、結局のところは。フェイトリピーター、これだ。通常エンディングを見た者しかもらえない称号、フェイトリピーター。はい、ビクトル、これですね。フェイトリピーターやから繰り返すんだな、結局。だからビクトル、ルドガー自身がビクトルになったってことですね。ビクトルを倒して別の未来を手に入れようとしたけど、結局
あのビクトルと同じ未来を辿ってるってことなんですね。まあ、でもビクトルと同じになるかどうかは別だよね。だって全ての分子世界なくなってるからね、外角の能力使う必要ないから。ビクトルはなんか顔の半分がタイムファクター化してましたけど、ルドガが今からタイムファクター化進ます原因っていうのはないわけですから、ポストまたちょっとビクトルとは違った未来になるのかな。でもまあ同じような未来を歩み始めたってことにはなるのかね。ちょっとなんか複雑なエンディングやな。複雑だな。俺嫌いだわこれ俺こっちのエンディング嫌いだこれ。トゥルエンドの方がいいねやっぱりね。まあその辺はさすがトゥルエンドって感じなのかな。いやーそうですか。ちょっと切ねえエンディングだったな。切なかったね。辛い。憂鬱な気分になったすげえ憂鬱な気分になっちゃったよ。あそう。でも終わったんだよこれで。これであの本当に皆さんにたくさん見ていただいてありがとうございました。テイルズオブエクシリア2はですね、まだ 100% 遊び尽くしたわけではありません。まあほぼ 100% 近く遊び尽くしておりますが、もう一つだけ隠されたエンディング、バッドエンドですね。バッドエンドがあります。バッドエンドは残念ながらゲームをここまで進行すると見られないエンディングになってますんで、途中でしか見られませんので、もう俺は見ることができません。2周目に入るしかないんですが、それはちょっとさすがに動画ではやりません。はい、申し訳ないですけど、バッドエンドが気になる方は自身で購入されるというのも一つの手かと思いますし、まあ誰か別の方の実況動画を見るというのもありかと思います。はい、本当にね、たくさんの方見ていただきありがとうございました。66時間に及ぶ、長い、実況シリーズでしたけれども、まあ面白かったです。はい、もう一言で言えば面白かった、面白かったです。やってよかったんだと思います。今までずっとやらないで冬眠させてたゲームでしたけれども、実況動画でやろうと決めて引っ張り出してよかったなと思っております。はい、それでは長く見ていただいてありがとうございました。また何か別の動画あるいは別の実況シリーズにてお会いできる日を楽しみにしております。それではまた会いましょう。アディオス。